それ何歳の時ですか？ね、会社辞めたのが35、5から35、うん、40前です、まあ、まあ会社の中ではね、だんだん仕事しやすくなってポジションもできて、うん、ノリに乗ってる、ポジションはなかった。なかった。これが案外なスッと行きやすかった。でももうずっと落語はお好きやったんですもんね。まあまあ、若い頃から。僕は高校生の時から。あ、そうですか。高校3年の時なんですよ、落語生で聞いたのは。それはどなたですか？ABC の上方落語の会があって、上方落語を聞く会か、はい、でその当時ほら深夜放送で、二角師匠が、あ、やってましたね、めちゃめちゃ遅れてはって、どんなんかなとか、二角は頭のマッサージ、ああそう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 、それやってはったんで、別にその落語が好きとかよりも、その笑福亭二角という人がどんな顔してはんねやろか。そうですね、落語ブームじゃなくて落語家ブームだったんですね。で、あの方はその時テレビ一切出てなかったから、まだそこまで行ってなかった。ああそうですか。だからどんなおじいちゃんやろと思って、はまず、うん、二角師匠と課長師匠と三枝師匠とかね、はいはい、うん、まあ、当時の、うん、その中でも二角さんがやっぱり別格やった。ああそうですか。でもやっぱりね、うん、今のあの一番大きな芸能プロダクションをね、うんうん、もう基礎作ったみたいな人ですもんね。そうそうそう、あそこ向こうの重役とか社長がもう一目置いてた人やけど、うん、その人やから勢いもあるし面白いし、で見に行って、はい、何子さんできた、うわ面白いなと思ったら、その横には髪の毛もやもやっとした、あのなんか怪しい変な声出す桂小屋根いう人がいた。ああ、小屋根さんへの後の志尺さんですね、はい、これもまた面白かった。お前この人二人いてんと思ったら、春蝶さんで細いガリガリの人が出て、これもうまい、ちょっと神経質そうだね。でこれを3人でうわラップって言うなと思ったら、あと 4人連続で、はい、あの分子春男児米朝初夏が出てきて、あらら、でこの4人があった時にうまい、この前の3人よりは、まあ、というかものすごい取り合わせですね。 そのだから7人濃い会やって、あと文法師がどっか出てはってたもん。ああ、青井沢だけ、青井沢田さんがとかさ、分かれへんこんな。だからその、あの、その一発でやられて、だからまあ要は見るの氷山みたいなもんやって、落語っていうの、つまり暗闇の中でこう入ったら、あ、この氷山が出てるなと思って避けていこうと思ったら、下にものすごい大きいのがいたの。氷山のトップは二角小米、ね、春蝶としたら、下の初夏春男児分子、これは下の米朝はこの下の方やったわけ、これでびっくりしたもんでハマってもんね。隠れてけつかったわけですね。隠れてけつかった、それがすごかったんですよ。これでハマってもんね。すごい、いや、その取り合わせは、ね、なかなか再現できないでしょうね。まあ、その時でも珍しかったと思います。そうでしょうね。うん、あのね、1080分落語会みたいなね、うん、大勢集まるところではその7人はおったかもわからんけど、うん、その7人で落語会ってなかなかね。うん、ところがその当時は、みんなそれ売れてなかった。まあそうですね、二角師匠もね、そのそれ走り出したとこやから、そうそう、まあ、それはよう米朝師匠も言ってはったけど、あの若い時っていうのは案外あのみんな集まったもんやと、特に市民寄席なんてあったら他に落語会ないねんから、あ、もう教会ほとんど来てると仕事のやつが、あ、やってるらしいなって言って、ったら顔出してこう、顔出すんだ、別にええねん、あと飲みに行こうとこれでうっぷん晴らしたり、汚いやつの悪口言うたりそれはいかなかに、やっぱり、やっぱりね、悪口言われるから、悪口言われんと言われんと、あ、そりゃそうですわ。もう僕らもあの、うん、なんか俳句の会とかね、はいはい、入ってるとね、休むと絶対悪口言われてるんですよ。そうですよだからね、何としてもいかなあかんみたいな、ね、うん、SM 作家の集まりで、の不分率っていうのは、立ち上がって向こう向いたらおれへんのやったから悪口言って偉らしい、もっときついね。あの堀さんとか、あ、神戸先生、小松先生、ね、土井先生、この辺り全部その雰囲気ですから、皆さんね、関西の歴ですもんね、うん、ね、関西は割とそうから、うん、そういうの落語っていうのを、まあ、中心にいた部屋あること、割とそれでみんな集まってきてくれてやってる気がしますね。あんたもそうですよね。いや、もう僕はね、なんかただのファンで、うん、周辺もうろうろしてるだけですけど、大体肩書きは何なんだ。僕肩書きは、吉中業自営ですけど、そうだね。だからこれは誰かで前にあったかなと思ったらね、柳家三木松がさ、あの名人と違いますから僕は。いや、というかね、いろいろやらはんねん、小揚げやったり歌を歌うたりしゃべりやったり、あの元太鼓持ちやってた人ですか、ではない。あんたとは違う、あれは芸人だと思うこと、まあまあそれはやってたのも分かんないけど、うん、その人がさ、いろいろやるけども、カンマン出すけど、水曲とか三味線バンドとかやってたけど、しまいにも何でも言われてきて、ご存知
ミキバース。あ、ご存知。だからご存知キッチュで行ったの。いや、あんまり知られてないです。そうか。こういうところでちょっとね、ちまちまっとね、あの目立たんように YouTube でちょっとやってるだけですから。ご存知の下にクエスチョンマークつけて。あ、それいいですね。ご存知？あ、それ聞いたらいいですね。聞いた。これはいや、聞くのもね恥ずかしいんですよ。聞きたくもないんですよ。なんで芸人さんってあのその恥ずかしがりなの？まあですね、もうね。でもあの眼臭があるって褒められますけどね。眼臭なかったらただのアホやな。ただの非効率のボーッとした人ですからね。そう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 。うん、そういうところはやっぱり芸人と芸能人、うん、あと芸人って言っていいんですかね。まあね、あの芸人は芸人やと思うんですけどね。ねえ、芸人してるわけやから。うん、ただあの古典芸能はやってないだけで。もうそれは別にいいんちゃうかなと思う。だから古典芸能積み上げていくタイプの人と、ね、稽古するの嫌な人がいてる。積み上げていくのは嫌でした。ああ、私がそうなんですよ。いや、私もそうですよ。だから私稽古嫌いなんですよ。それからできるんですよ。それはいっぱいできるんだよ。やっぱ飽き性なんですかね。それでも気が散るんですかね。なんでしょうね。気が散るんでしょ。もっといいとこ行きたいし、で、何より誰でもね、昨日お友達のことはこんにちはこっち入って稽古するのをやるというのは誰るんですよ。なりますね。もうただ何ですかね、こう、早く分かった気になってしまってるっていうのもあるんですよ。そうや、うん、つまんでいってちょっといけんね、うん、で、まあ、現に俺があの落語っていうのを聞いてて何年か聞いてちょっとつかんだ気になって台本書いたら、主役さんがこれいきますって言うでしょ。ああ、その時に書いたのは何やったんですか、最初に。幽霊の辻って。幽霊の辻、今でもやってくれてる、今もう分かってる人もねやってますね。やってくれてる。あと月亭方正さんもやってますね。やってやってる、うん、だから東京でもやってるし、それはもう初めてできたようなもんやんし、やってもらおうと思ってない台本やん、実は。あれは別に作家になるつもりなかったから。あ、趣味で書いたんですか。趣味で書く。もっと言うと、あの主役所が新作落語なんかやってはって、で台本がだんだん詰まってきたの分かるわけよ。でこれ今台本みたいなの書いて、何の名から送っといたら上演されるとは全く思ってない。上演す文章も分かってる、手紙の返事がね。でも一緒におもろいやっちゃなーって盛り上がってもらいたい的なものですか。そうでもない。そうもない。つまり手紙の文章としたら、ありがとうございました、拝見しましたけど私とはちょっとまた用意ありませんので、また今後ともよろしくお願いします、そう言って手拭いがもらえると思うね。手拭い目当てですか。当たり前やな。で手拭いもらおうかなと思ったら、いきなり主役さんが電話かかってきて、はい、アンさんちょっと面白い人から会いましょうって思って、でその日にもうなんかそのこの台本やります。それは何年ぐらいですか。ね、1977年、48年前かな、48、その時にやったんですか。で別れて帰って、家帰ってふっと引き付いたら手拭い持てない。褒められたのに。褒められたのに。それから実は手拭いもらうまで随分時間かかった。なんか市役所らしいですね。らしい。もうそれ友達やから。ああ。でも僕サインも持ってないね、市役所の。あ、そうか。ごひいきさんやったら渡すけどね。そうそう。で一緒に茶漬け現場って最初の本を書いた時に、師匠サインしてくださいって言ったら、何言ってまんねん、じゃらじゃらしたいって断られて。テレショーな人ですよね。ものすごいテレショー。ものすごいテレショーですね。はい、僕はあの学生の時に、入門のお願いに上がったみたいな、ね、らしいね、その話を試着寄せのゲストで出してもらった時に、その話したらものすごい気まずそうな顔。気まずさ。あんさんあんなこと言ってるから飽きまへんねんみたいなこと言われてあれはカズトモ、今の涼馬くんが出てきたのかな。カズトモくん、涼馬くんが小学校4年生ですよ、10歳の時、僕鎌谷雅子さんの本読んで、あ、丸く丸く、カズラ試着っていう本、あの本の中に熊野町4丁目、豊中市熊野町4丁目の自宅って書いてあるんですよ。考えたらむちゃくちゃやな、全部書いてあるんだ。今時はちょっとね、ただほら昔から噺家の師匠は住んでる町の名前で呼ばれるじゃないですか。ああ、そうかそうか、熊野町ってプーさんやないね。そうそう、あの、黒門町とか、ね、根城の師匠とか稲荷町とか、あれみたいに、まあ熊野町4丁目の師匠をやったんですよ。それでは熊野町4丁目まで書いてあったらもう行ったよね。まあもう行けるよね。
前田って表札探せええねんと思って。これもう変わった名前やったけど前田やから。前田そうなんですよ、うんうん、で行って老人入ってったら、うん、もうすぐ見つかったんで、あ、あここやと思ってピンポンって押したら、うん、奥さんとおぼしき方が出てきて、うん、あの何ですかあの、師匠いらっしゃいます師匠って何ですかってあの、うん、入門のお願いに、あそれ向かいの前田さんですかって向かい同士細い路地で向かい同士で前田前田やったんですよ。前田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 ややこしいところですね、あと、それでもうなんかちょっ と, ちょっと勢いがそげてね、なるほど、うん、それで向かいにほんまや桂師匠って書いてあるわと思ってピンポンって押したら、うん、あの絶対本人はそんなことしてないって言うんですけど、うんうんうん、暴れ八着の歌声が聞こえて、うん、小学生が出てきたんですよ。小学生、うん、で、うん、あもう顔が同じやから、あこれ間違いない、絶対間違いないわこれ、うんうんうん、他人の空にもはずがないと思ってお父さんいらっしゃいますかってお父さん留守でおますって言ったんですよ。うわ 小学生がおますやなんてこんな家嫌やと思って二度と行かんかったんです、うん、あ正解正解、うん、多分ね彼は否定したけど絶対やってるわ。いややってますよ、あいつはやってるぞ、あいつはやってますね。何がだね我々が行き出した頃はその頃かな、うん、下の子ができた頃やね、僕ら僕が行ったのはね、うん、ね 80年になってないんですけど、あごめんなりました82年の年末か83年の頭の方やと思います。私の方はちょっとだから先輩にいた、82かな82年、ね、そうですね、ええ、あの頃ギャオさん来てはったからね、いろいろね、うん、そうでももし来てたら一応もう入ってない、ね、いやいやあのね多分ね、うん、もう7人目の無弱さんかな、あ無弱さんが来たらがもう入って7人で打ち止め、うんまあ、その後入られた方もいらっしゃいますけど、そういうことだってからよ、うんうんうん、なのでもう絶対入れへんって言ってるからには一、うんうん、回行ってしてください弟子にしてください言って、うんうん、断られたら、うん、なんか話の種になるやろって、うん、あ小切りにもなる、手の上でももらえるんじゃなくて不純やね君はいやもうそんな気持ちでね、うん、あの行ったんですけど、そしたらまあ留守でおますがあって、まあ、機会もなくなり、うん、でそのままあの大阪芸大の基礎造形研究室というところで、うんうん、あの松井先生っていう人が助手から講師になるので、うんうんはい、で一つワクワクけどお前残れへんか言うて、ジャック三郎さんの仲良しの松井先生、あの怖い顔した、怖い顔したこれはやめてこれはやめてこれはやめてつくねんかしらみたいな顔した、そうそう ある意味質感はそうですねあの先生にどうやって言われて で残って大阪芸大で非常勤副手っていう、あそういう教師見習いみたいな感じで入ったんですよ。学生やってん、まあ、学生って、まあ、学生のねそのデッサンとか色彩構成を教えたり手伝いしたり、うんうん、点数つけたりとかの簡単な仕事をしてたんですけど、うんうん、それやってる間に、うん、あの、まあ、なんかスカウト言ったら変ですけど誘われて入り込んでしまったんですけどね、うんうんうん、最初はモノマネ、モノマネもやってましたしね、うん、あのアテレコみたいなことも学生の時はやってたんですけどね、あアテレコも、うん、そうなんですよ。ほんで、まあ、なんやかんやで最初にその、うん、またスカウトしはったんが中野五郎事務所いうところだったんですよ。またええとこやなってなんで目がキラッと光ったんですか。いやいや私はもう尊敬してるからもうコロ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 いやもう、いや言うてね嬉しいんだよ、そこでタレントみたいなことがやってたわけ。そうですね。であのモノマネ漫談もやり、うんうんうん、あの役者もやり、うん、ナレーションみたいなこともやりしてたんです。あと DJ 的なこともやり、あもうその時ですいろいろやってたよね、寄席は出入りました。なんか寄席はあのね、うん、経営プロダクションっていうところが仕切ってやってる若手の演芸会みたいなのに出たりとか、あと角座のなんか特別的な感じ の、まあ、収録も兼ねたようなところで、あのその時は何技言ったかな、あの別のところやけど何技で収録したものに出たりとか、なんかそんなことはありました。そうかそうか、小直系でしたね。どっちかというとそうですね、で先生ずっともうコンスタントに新作、うん、創作を書いていかれる方向に、もう会社を辞められたのが35歳でだいぶ後、あそうか、最初に書いてあの手ぬぐい目当てに送りつけた時は何歳やったんですか。25歳あ10年かかってるんですよね。10年13年ぐらい会社行ってて、ちゃんと真面目ですとか、その時は一切売ってない会社に、秘密と内緒でやってるから、はい、だから時々電話かかってくるのはね、メモ置いたけど、桂さんから電話がありました。お返事ください。どの桂まあ、多分こういうことをやる、こういう不細工なら多分仙台豚の付け違いないからかけたら大谷やから。
米朝首脳がいた中川ですか、まあ、そうです、ね、言ってみてくれよ、ね、これ中前田とか前田とか話やったけど桂はその人だけ。そうかよくやったよね、小福亭とか林やったらすぐバレて、まあ、バレてしまいますから、まあ、下の名前で言いますからね、大抵は、ね、ね、本名でおっしゃるからですね。でも昇格とかそれはやっぱり分かりやる誰かね。 あ、うん、あるあの私の知り合いがですね、うんうん、家帰ったらお母さんがメモを置いといてくれたみたいで、はいはい、天守閣の〇〇さんから電話がありましたって書いてあって、天守閣、天守閣、うん、あれ、うん、そんな知り合いおらへんね言うて、うん、それで、で名前見て知り合いでいろいろ考えたら、うん、ペン企画の人やったんですあ、まあまあ間違いに無理ないか、ペン企画の〇〇ですって言ったら、あ、天守閣、あ、はいはい、天守閣さんね、はい、言うて、息子はもうお城と付き合ってたからそう、すごいな、城マニアやと思われたかも。あ、でも面白い、やっぱ聞き間違いはそれはな、聞き間違いありますね、から電話中なんも今だんだんメールとかで間違いがなくなってきたからね。あ、そうなんですよね、うん、それが面白さがなくなってきたからね。場所とかね、うん、時間って大体間違えることってあんまりないですもんね。まあ、だけど待ち合わせももうどんどんもう地図とか見んでもどんどん近づいてくるもんね、携帯。そうなんですよね、だから待ち合わせの場所も指定せんでもね。そうだ、うん、じゃあ大体その辺に梅田の阪急側あたりでみたいなね。そうそう、その辺におったらこうちょっとずつ近づいてくる。そうですよね、あれ変やん、今どこを言うのが当たり前になりましたもんね。も君の女はもうわかんない、絶対無理ですねすれ違いとかな、うん、だから、うん、芝居なんかでも時代設定を昭和にして、うんうん、で携帯電話は一切登場させないようにするっていうのをずっと保ってる劇作家もおりますね。それはそれでドラマだいぶ減るもん、やっぱり、便利やけどな。そうですね、松竹新喜劇なんかもう携帯電話があったら成り立たないでしょ、はい、別に起これへんことがありえないことが起こってるんですよね。うん。